そうですね、まあ、選手の時に、まあ、そのなでしこに選ばれてたんですけど、まあ、こういうあのワールドカップだったりオリンピックっていうところにはいつもこうメンバー漏れをしてたので、その2011年のこうなでしこが優勝した時も、その直前とかまでは選ばれたりしてた中でやっぱり落ちて、その後もなでしこが優勝してくれたおかげで日本の女子サッカーがすごく変化があって、でその中で、まあ、自分もやっぱりそういう舞台でサッカーがしたいなっていう気持ちは常に持っていました。まあもう本当に小さい時からずっとサッカーをしてきた中で、サッカーが好きだっていうことが一番で、まあ、サッカーに携わる仕事がしたいなっていう中で、踏み込んだのが、まあ、指導者になったきっかけっていう部分で、でもまあその気持ちだけじゃ本当に指導者っていうのは難しくて、選手以上に大変だなっていうのを今感じて学びたいという気持ちはあります、指導者として。いやもう全てが、そういう経験で、この、まあ、自分が選手でナショナルチームに関わらせてもらってた時も、裏側で指導者がこんなにも動いてくれていたのかっていうことに気づきました。まあ、そういう部分でももう本当に選手のことを常に指導者は考えて行動してくれていたんだな、それは選手の時には見えない部分で、で指導者になって初めて気づける部分だったので、そうですね、まあ自分がプレーするよりも、違う緊張感っていうのはやっぱりありました。自分にとっても、まあ、初めてのことっていうのが一番大きくて、選手として迎える試合っていうのは、まあ、自分自身でこう動くことができますけど、そうじゃない部分もあるので、やっぱり指導者の難しさっていうのはそういうところにもあるんじゃないかな。いやまあその自分も代表のコーチとしてこう帯同するのも初めてなので、まあいろいろ緊張もしながらですけど、日に日にまあ選手と一緒にチームを作り上げていく中で本当に充実した日々を過ごさせてもらってます。こんにちは、アンダー16日本女子代表コーチの那須舞子です。